王子、佐田祐高村蔵祖図館、信頼学者増伝王子佐田から1711年6月26日は、中国信頼初期の文人、詩人。字は、以上。号は、限定、両洋三人。送り名は、文館。最南府新四県の出身。本来は、詩の名であったが、死後、養精帝が即位するとその意味が、 種を避けて、死生と解明される。後、剣竜帝の知性に、死、貞の名を賜った。号をもって、横領用と称されることも多い。1658年25歳にして真摯に挙げられ、要衆不尻から自読に進み、行部唱書に至った。文人としても、頭角を表し、24歳の時災難府において、土地の読書人らと共に、秋、 柳氏を結成、その折り読んだ、秋柳氏は、全国的に賛美者を生むに至り、以後、ほぼ同時代を生きた、主位尊と共に、南朱北王と併称された。1704年部下の義国事件に連座して、官を辞め、後に、天使の恩者によって、再度関都に就いたが、ほどなく出した。去年77。死、定野氏は死因を胸とし、 厚生成長の師段に影響を及ぼした新陰説の主相者と目される。当初戦権益と交流を深めたが、その影響のもとに新しい史風を打ち立てたものである。この新陰説とは、平成、沖縄、新淵を理想とし、文字面には直接現れない常味を行間に醸し出すのを目的とする。唐の四空図の二十四詩品、また、宋の元宇の 僧侶師はに見られる子論の継承を目指し、自然一致の説に基づいて、自然と一体化した境地に生まれる余韻を尊び、遠極でしかも垢抜けた、表現の中に奥深い地味を求めようとする。真因それ自体は空虚で、補足しがたく、例えて言えば、水中に月を救い、鏡中に花を探るがごときものとされる。ために、死、が愛好する詩人は、多い、もう年、高敵ら、 古端の境地を描き出す者たちである。彼が新院の二次を用いたのは要衆在住の折、その子息のために歴代の57ことの絶句、立詞を選び、新院集と名付け家塾において学ばせたことに始まると言われる。新院説は、陳徳仙の主導した拡張説、円米を領衆とする少量説と並び、当時の師団に定立する。 施設の一角を形成していたものであった。王子の死は膨大な数に上るが、今、中でもよく知られている、秋柳歌四首のうち、特に第一首を以下に示す。刀剣三枚集は、上記の新印説を基本として、投資を選び編纂したものである。実著について見ると、帯、共同集は、詩佐定の全員歌三千欲尾を包括するもので相当に大部な、ものであるため、 世に通行する者として戦意欲美を収める先週の療養三人聖火録が知られている。ありがとうございます。